前田啓二の活躍で石田三成は絶体絶命の危機を脱した。啓二はこの騒ぎで直江兼続と知己となり、その主家上杉に仕官する。啓二は上杉領内で海賊が暴れていると聞き、自らの力を示すべく、そして何よりも退屈しのぎに海賊討伐に向かうのだった。海賊とは行きじゃないね。真の意志見せてやるぜ。第3話海賊討伐戦、歌舞伎ぜ。Oh, my God.
戦人の血が騒ぐぜ。おとなしく死ねえと命はねえぞ。
ね。逃げ出すわけにはいかねえ。受け取ってください。敵将討ち取ったぜ。へえ、海で喧嘩も悪かねえな。毎日このくらい熱い戦をしてえもんだね。天下無双の岡崎見知ったか。